がどんなバンドかと言いますと、ノリノリやね。ノリノリのノリノリなアニソンバンドで、主にアニメ、声優ソング、ゲームソング、エロゲーのソング、18禁のエロゲーのソング。エロゲー、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 エロゲー。ベースの方は、まあ、愛知県でいうエロゲー三重師っていう感じなので、すげえな、ここに積もった恐れ入ったな。知らないなりに、なんかもうどんどんランクが上昇してて、まあ、そういうことになってるらしいので、ぜひあの後で語ってもらってください、はい、エロゲーとは何なんだろうと。語りましょう。熱く教えてくれる、特に女子の方にはもうしっかり教えてくれると思う。やっとり教えましょう。そうですね。そういう感じの、そういう感じのバンドです。どういう感じだ、どういう感じだ。エロゲーしか残ってないよ、本当には。こんな感じで今日脱いだね、今日脱いだね。キャプタンが本気になったところで、いやいや、まだまだまだだから、これまだ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 だから、まだまだや。じゃあエロゲーエロゲーと言いつつも、ここでみんなが大好きな軽音のコピーをしようと思います。
てさて、何人もね、何も考えずに来た今日この頃ですけど、そうだね。どうみんな？楽しい。楽しい。最高。最高。今日ね、私一個初体験しようかなと思って、あの白い T シャツじゃないですか。なんか私。で、汗焼きパッドつけようかなって悩んだ。そっちか。そう。なしとかじゃなくて。うん？そう。でもなんかお母さんは汗焼きパッドちょうだいよって言ってつけてきたんだけど。お前さ、ピーチの前。つけてきたんだけど、なんかすごいゴソゴソしてやめちゃいました。だから初体験できませんでした。なもんにしまわれちゃいかんすよ。いいかな、いい出ててもちょっとどんだけ濡れてるか見せてあげて。どんだけ濡れとんの。いやいや、それはあの2人きりになった時の。おい、期待しちゃうね。誰だ。カバンとあげて、カバンとあげて。あ、そうだった。キャプタンは構わないと死んじゃうウサギさんみたいな感じらしいので。どう、みんなキャッタン可愛いでしょ。キャッタン可愛い。可愛い。キャプタンまだズボン残ってるよ。みんなズボン残ってる。キャッタン可愛い。パンツ、パンツ、パンツ、チェックなんだよね。パンツのチェック。見えないように気をつけて。次の曲も真面目にやりますので聞いてください。Yeah.
ストソングになります。今日は呼んでいただいてありがとうございました。ラスト楽しんでいてください。変わる I'm not